親指こう突っ込まないでね、添えるだけね。はいはい。ちょっとどっかから綿棒を調達してくれる。そして手のひらでここなるべくこう当てつけないよね。こういうふうに。これで生地を動かす。ちょっと微妙、ここら辺を高くね。はい。例えば低いところに寄せられるからね。猫手。10時20分。で、またひっくり返して。これで今5ミリぐらいね。注文に書いたら1、2、3、はい。で90度広げる。はい。でまた1、2、3と。麦を変えて。少しこう寄せてあげる。寄せてあげる。こうなったらもう蕎麦屋始めるしかないぞ。よし、じゃあこれでいいでしょ。すごい。これでじゃあもう久々で間違えた？間違えてた気がする。ここまではなるよね。そうそう、あの人に近づくなってるね。こうやって半分に折るよね。それで半分から右、左利きの人は左で、これ半分に折る。またこれで右折る。で、たっぷり粉使ってね。はい、じゃあまな板と包丁大変でしょ。初めて見た。技盗まれちゃう。これで上にこう。どうぞ。だから大変なのよ。そば粉。ハケある？いや、最後まで行っちゃうと、麺同士がくっついちゃうから。そばだったよ、どんどん。そうそう、綺麗。玉をね、だからこの場合の、板が1枚半ぐらい大きいやつがね、あるんだけど、それでやるんです。すごい。このくらいやらないとそば屋にはなれないですよ。